こら辺で太ももぐらいまで水が来てましたね。福岡県広川町にある愛森山森山かすり工房です。江戸時代末期1858年の創業以来、久留米かすりを製作しているこの工房も先月の大雨で浸水の被害を受けました。浸水は床上90センチに達する場所もあり、藍染めの工程に必要な甕50個ほどが使用できなくなりました。空洞になってるんで、ここに水入ってきて、でそこから地面が緩くなってぷかぷか浮いてる状態でしたね。染料が入ってたやつも泥水が入っちゃって使えなくなりましたし、もう終わったなっていう気持ちだけでしたね。また糸を巻く機械も水に浸かり、工房は稼働停止を余儀なくされました。途方に暮れていたところに支援の手を差し伸べてくれたのは仲間たちでした。兄光一さんが SNS で支援を求めたところ、知人や仕事で付き合いのある関係者らおよそ100人が工房の清掃作業や復旧に必要な物資の調達などをサポート。柳川市の料亭でイベントを予定していたこともあり、料亭の関係者も手伝ってくれました。私たちにできることって何だろうってすごい悩んだんですけど、行っていいかなと思って、ちょっと現場に蓋を洗ったりとか、泥をかき出したりとか。さらにこのイベントに向けた準備では、慣習を破ってまで力を貸してくれた同業者がいました。同業者同士でちょっと染め場貸してくださいというのはなかなかないことだったので、今回坂田織物さんの染め場を貸していただいてて、こういう演出ができたので、本当に坂田さんがいなかったらこういうこと一切できてなかったので、本当に助かってます。久留米かすり協同組合に加入している20の織元で最も古いとされる森山さん一家の工房、来年春頃の再開を目指して復旧を進めています。染料が入っている甕が結構狭い距離で置いてあったので、それをちょっと広いスパンで置いて、海外の方とかも一般の方とかも入りやすい、気軽に来れるような工房にしていこうかなと。伝統だったり技術っていうのは残しつつ、僕らの強みとしては兄弟でやっているっていうところもあるので、兄弟だからできる新しいプロダクト作りというか、ものづくりっていうところも挑戦していきたいなと思っています。